はい、皆さんこんにちは。今日は自分の自宅ガレージ制作風景をご紹介したいと思います。まあ、自分はねお金がないんで自力でやったんですけども、まずはねこの6畳の和室、ここからスタートしました。土壁をこう化粧ベニヤで隠していくところからスタートですね。はい、なんか暗い感じの部屋なんですよね。まあ、この襖なんかも茶色く焼けちゃってて、障子はもうとっくに破れてカーテンになってますけども、はい、土壁を少しずつ化粧ベニヤで隠していきます。でこの部屋ね、もう20年ぐらい前に適当な大工が本当に適当しが仕事でね、フローリングにしてあるんですけども、これが後に問題になりますね。はい、で隣の8畳とくっつけちゃおうということで、この鴨居が邪魔になったので思い切ってぶち壊しました。でね、鴨居を壊したらちょっとねフレームみたいなのがこう天井にちょこっとこう残っていて、これを外すのにね構造が分かんなかったので、どうしようかなってこう悩んでたんですけども、ここですね、このちょっと5センチぐらい出ているずっとフレームみたいなんですね。でしょうがないんで天井に穴開けて点検口で仕組みをこう観察してから外しました。でまあ外したらやっぱり案の定天井が下がってきちゃったんで、こう2階の梁でねちょっとこう吊って、こんな感じで平行を取り戻しました。で少しでもね明るい感じにしたかったので、こう木部をね白いペンキで塗ってます。結構ね1回塗ったぐらいじゃ、木が出てきちゃってね、何回も重ね塗りしてますね。で次は天井に化粧ベニヤを貼っていきます。このつっかえ棒みたいなね、結構便利ですよね。どんどん一人で頑張って貼っていきます。で土壁もね同時に少しずつ白い化粧ベニヤを貼り進めていっています。で、こんな感じでどんどん進めていってですね、ここまで来るのに結構日にちもかかってますよね。体力も使ってますね。はい、でこれ鴨居を取ってしまったところのね梁が入っていた穴、これをね埋めなくてはいけないということで、こちら、はい、木部補修用のね木工パテですね。これで穴埋めたんですけども、次の日ね見たら、2日ぐらいかな、乾燥してちょっと隙間が空いてたんですけども、本当はねそれもう一回乾いてから上から塗ると完璧だと思います。自分はそのまま上から白で塗っちゃいましたけどね。はい、こんな感じで進めていきます。はい、どうでしょう。天井の照明をね吊り下げの古っぽいやつから貼り付けのやつに変えて、カーテンを超高ロールカーテンに変えてね、ちょっとこう現代っぽくおしゃれになるように頑張ってますね。でここでやっと天井の隙間が、消えました。こんな感じですね。やっぱちょっとずつ明るくなりますよね。で問題の床なんですけど、まず畳を8畳のね畳を捨てるところからなんですけども、このフローリングもちょっと高さが適当でね問題になりました。後で全部ぶち壊すことになります。でトランポがあるとねこう材料買いに行くのも楽ですよね。はい、で畳を捨てたらまずこのね8畳の方から根太を張っていって、108ミリピッチだったかな。でスタイルフォームを間に敷き詰めます。これは断熱材ですね。はい、でその隙間をね、埋めるようにねこの気密テープというのがあって、隙間風を防ぐ気密テープを貼って、その上に捨ていた合板をこのように貼っていきます。である程度貼ったらね荷物をこの合板の上に移動して、この問題のフローリングの解体に入りました。これがねボンドと釘でガッチガチについていてね、解体するのがすごい大変でした。はい、一人でやってたんでね体力と時間ともう飽きちゃうのとね、そういうのとの戦いだったんですけども、コツ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 何日もかけて少しずつこう壊していってますね。はい、もうちょっと、はい、壊れました。全部、全部壊れたら今度は同じように根太をこう貼っていきます。で、スタイルフォームを間に敷き詰めて、同じように気密テープで隙間風を防ぎます。で捨ていた合板を貼るとどうでしょう、ちょっと一体感が見えてきましたよね。でやっとその上にフローリング材を貼ることができます。でフローリング材を貼り終えるとこんな感じで、まだ壁がねちょっと砂壁残ってますけども、だいぶ一体感が出てきましたよね。であと砂壁をね塞ぐとこんな感じでちょっと
ちょっとガレージのね雰囲気が出てきますよね。で仕上げにこれです。一つ目の箱がこれ、もう一つ箱があるんですけども、もう一つはこんな感じ。これが一体何かと言いますと、はい、これです。ずっと憧れていたジャイアントロールキャビネットですね。アストロプロダクツにね行くたびに欲しいなと思ってたんですけど、置くようなスペースがなかったので今まで手を出してなかったんですけども、まあ14畳のガレージができるということで思い切って購入してしまいました。はい、これね一人で組み立てたんですけど、3時間ぐらい夜中に始めて3時間ぐらいずっと作ってましたね。でだいぶ形になりましたけども、こっからね、引き出し一つ一つがまた組み立てなくちゃいけなくて、結構気が遠くなるような作業で、ゴミもこんな山ほど出ますね。普通の人はちょっと捨てるのも大変かなと思います。はい、完成した姿がこちらです。さあどうでしょうか。やっとねガレージが完成ということで、なんか暗かった和室2つをね改装してこんな感じになるっていうのはね、ちょっと嬉しいですよね。はい、今日はこんなところです。